ノキア E72 と客務通信技術有限講師は NTT ドコモの中国現地法人。主に中国に滞在する日本人に対し日本語対応現地携帯電話の販売取り次ぎサービスや無料充電サービス NTT ドコモの国際ローミングサービス利用者に対する日本語サポートを主に言っている。その他中国の日本法人に対する位置情報システム。 在庫管理システムといったモバイルを使ったソリューションの展開なども言っている。逆に中国長期滞在者が日本へ帰国する際、空港ですぐに NTT ドコモの携帯電話を受け取れるための手続きも行っている。2010年3月11日、中国在留の日本人向けに中国内での日本語表記及び入力が可能な携帯電話の取り次ぎ販売サービスを開始した。 取り次ぎは日本語での対応が可能となる。通信キャリアは 3G 通信に対応しているチャイナユニコムとなり、端末はノキア製、シャープ製、ソニーエリクソン製他のアンドロイドシンビアン OS の日本語や中国語、英語表記が対応のスマートフォンが中心となる。また2011年3月からはブラックベリーの販売も始めた。これにより、 日本語での SMS、e、E メールなども利用可能なほか、i モード同様に、i チャンネルで最新のニュース、天気予報なども見ることが可能となる。取り次ぎサービスと保守サービスは、下記のドコモサポートデスク上海にて行っている。ありがとうございます。